ずっと夢だった医者になれてから数年。仕事ばかりして、色恋沙汰が一切ない俺を心配した友人に、半ば強制、合コンへ連れてこられた。そこでは、俺が忘れたくても忘れられない、ある人物に出会う。悪事身に留まるとはこういうことなんだと、実感するような出来事も起こるんだ。誰もが考えつかないような、思いもよらぬ結末が、俺を待ち受けていた。はあ？救急車呼ばなくていいって？そんなのなんでわかるんだよ。俺の名前は佐竹守。仕事が思いのほか楽しくて、気づけば40を超えていた。45歳になった今、恋愛なんてものには今更感があったんだ。若い時には女性を好きになったこともあったが、仕事に熱中しすぎてそれどころではなかった。正直、自ら女性を口説きに行ったりすることもできないしで、現在も独身だ。仕事以外には無頓着な俺を心配した元同僚の小林から、合コンへ行こうと誘われたんだ。仕事が忙しくて、しばらく連絡が取れていなかったが、やっと取れたと思ったら合コンか。今ちょうど繁忙期だしさ、時間が空いたら行くよ。それ絶対来ないやつだろう。看護師との合コンができるんだぞ。待ってるからな。おう、気が向いたらな。合コンに行きたいか行きたくないかで言えば、圧倒的に行きたくないが勝つ。でもさ、激務の後だったし、久しぶりに小林に会いたいなぁとも思ったんだよ。いつも同じような服ばかりしか着ていない俺は、合コンに行けるような洒落た服があるはずもなく。自宅のクローゼットには、T シャツとズボンくらいしかない。俺はおしゃれとかよくわからないからさ、職場の近くにある服屋でマネキンが着ていた紺色のシャツといい感じのジーンズを買った。他の人から見たら普通の服かもしれないが、今の俺にはこれが精一杯のおしゃれだった。小林に指定された店に行くと、そこにはすでに女性が3人ほど座っていた。俺が最後の一人だったらしく、俺が席に着くと、端から順に自己紹介が始まっていった。女性3人が控えめに名字を名乗り、挨拶程度に自己紹介をする中、俺は一人の女性が目に入った。どこかで見たことあるような。でも、どこで見たのかは思い出せない。俺の仕事は、日々、たくさんの人に会うから、その時に会ったことがあるのかもなぁ、とも思った。今日この合コンに来ているのは、俺と元同僚。そしてもう一人、浅岡隆という男がいるんだが、そいつがまた癖が強いんだよ。中学生の時、目立つタイプでもなく、体も小さかった俺は、陽キャだった浅岡からよくからかわれる対象だった。浅岡の両親は経営者らしく、それをいいことに皆にでかい態度をとっていたりしていた。学校での非行や、度が過ぎる悪ふざけをするようなやつなんだが、先生に目をつけられた時には、全部俺のせいにしていたんだ。深く事情も聞かずに、先生は俺がやったと思い込んで説教をしてきた。自分がやってもいないことで怒られるのには腹が立ったし、やり返すことも何度も考えたよ。
でも当時の朝岡は俺よりも結構でかくてさ、やり返したら何されるかわからなかったんだ。こんなことは親になんて言えないし、俺はずっと朝岡の嫌がらせに耐えながら学校生活を送ったんだ。クラスの皆も経営者の息子とトラブルにはなりたくないと思ったのか、朝岡にはちょっと特別扱いしてるような雰囲気だった。そんな朝岡が今目の前でビールを持ち、乾杯の温度を取ろうとしている。目立ちたいのは当時から変わっていないらしい。わざわざここで朝岡に対して俺が名乗る必要もないだろうと思った。俺は仕事中は中学当時から使っている黒縁メガネだが、今は合コンのためにコンタクトにしてきている。朝岡よりも背も高くなったからか、朝岡には俺が佐竹守だとは気づかれていないっぽい。まあそんな辛い思い出は忘れて、今はこの時間を楽しもうと思った。お酒を数杯飲んで陽気になってきた俺は、思い切って隣にいた女性と話すことにしたんだ。柏田という名前らしい。41歳の看護師。この合コンの男側の幹事はもちろん朝岡だが、女性側は柏田さんが幹事をしていた。柏田さんは朝岡が職場の上司らしく、朝岡についていろいろ教えてくれた。朝岡は子供はいないが、最近バツイチになったばかりらしい。再婚を考えているらしく、今日の合コン開催を懇願されたんだって。俺の元同僚の小林は、朝岡と仕事関係があるから誘われたと言っていた。小林もバツイチだから、朝岡とは話が合うらしい。ふと柏田さんの方を見ると、何やら疲れているような目をしていた。仕事大変ですよね、看護師って。え、分かってもらえますか？夜勤が頻繁にあるんです。それに、私シングルマザーで、小学生の娘が一人いるんですけど、娘のお世話もしながら仕事をする毎日で、正直クタクタです。そうなんですか？夜勤の時はお子さんどうしてるんですか？車で1時間ちょっとかかるところに住んでる母にお願いしてます。お子さんのために柏田さんは頑張ってるんですね。尊敬します。俺がそう言うと、柏田さんが少し笑ってくれたように見えた。佐竹さんのお仕事って、柏田さんが俺に喋りかけた時、お酒を飲んで調子が乗ってきた朝岡が、なぜかビールのジョッキを持ってその場に立ち上がった。はい、皆さん、二度目の乾杯しましょう。場のリーダー格でいたいんだろうな。当時から何も変わってないよ、朝岡は。そして朝岡はジョッキを掲げたままで、自分がいかに有能でお金を稼いでいるのかを自慢げに話し出したんだ。いろいろ経営している俺のもとには部下がたくさんいる。俺の言うことを聞く奴らばっかりだ。まあ、働く側の人間にはわからない話だろうな。みんながもらってる給料は、俺が稼いだお金なんだよ。わかってるか？朝岡が喋る内容は、聞いているこっちまでもが恥ずかしくなるような、ひどい内容のものばかりだった。
長話はいいから早く乾杯してくれと呆れながら、俺は皆のいる後ろを振り返った。皆顔が笑っていなかった。やっと空気がしらけていることに気づいた朝岡が話をやめ、みんなが乾杯しようとした瞬間だった。さっきまで俺の横で普通に会話をしていた柏田さんが、急に床に倒れ込んでしまった。怪我がないか確認して、脈拍を測りながら、そっと座敷に寝かせる。ここは人気店だったみたいで、たくさんいる客が、こちらの異変に気づいて大騒ぎしていた。店主らしき人が、急いで座敷の方に走ってきた。大丈夫ですか？救急車呼びますか？俺と元同僚はアイコンタクトを取り、顔を見合わせてうなずいた。救急車はいらないです。仕事のしすぎで体が疲れているんだと思います。このままそっと寝かせといてあげてください。はあ？救急車呼ばなくていいって？そんなのなんでわかるんだよ。焦りまくった朝岡がすごい顔で俺に聞いてきたその時だった。その店の中にいた客の一人が俺に話しかけてきたんだ。あなたが見てくれたなら安心ですね。立派なお医者様ですから。え？お前医者なのか？朝岡は驚いた様子で俺のことをじっと見ていた。そして元同僚の小林が俺についての説明をしてくれたんだ。俺と佐竹は昔救急救命士だったんだ。佐竹は当時結構な活躍っぷりだったけど、ここじゃダメだ、もっと救える命があるとか言い出して、気づいたら佐竹は医者になってたんだよな。小林の説明を聞いていたら、俺が救急救命士だった頃の苦い思い出を思い出した。そしてなぜか朝岡はその後よくわからないが、俺に対して怒鳴り散らし始めたんだ。医者がどうした？偉いってか？俺は医者を雇う側なんだよ。俺は病院の経営者なんだから。朝岡は病院を経営しているのか。意外だな。てっきり俺は朝岡が親の後を継いで医者になってから経営者になったんだと勘違いしていた。医者になってもよかったが、経営者の方が人の上に立てるからな。文句や暴言を垂れる患者なんかをさ、上の立場の人間が相手するわけないだろ？威勢よく話す朝岡だったが、その言葉はどれも強がりにしか聞こえなかった。俺自身は医者になりたくてなったから、深夜まで勉強をして、自分の努力でここまで来た。医者になるための道のりは半端なものじゃなく、何度くじけそうになったことか。人の命を一人でも多く救いたいという気持ちが、俺を突き動かしてくれたんだ。そして、座敷で横になっていた柏田さんが目を覚ます。あれ？私、どうしちゃったんだろう。疲れとかがいろいろ重なって、体がもう無理だって倒れたんです。今からでも診察を一度受けたらどうですか？うちの病院、今からでも見れますけど。ああ、いえ、大丈夫です。明日になったら自分で行きますので。錬金の後だったし、お酒自体も久々に飲んだから、
ここで少し眠っていたら回復しました。皆さん、楽しい会なのにごめんなさい。気にすることないよ。誰にでも起こることだし。本当に大丈夫だから。柏田さんは笑顔を見せてくれていたが、倒れた柏田さんの横でずっと様子を見ていた女性は泣き出してしまっていた。あれ？この感じ、どこかで見たことある気がする。似たような夢でも見たっけな。柏田さんが倒れたのに、私は焦るばかりで何もできませんでした。身内や近しい人たちが倒れるとテンパっちゃって。女性が話すその内容で、俺は忘れていたことを一つ一つ思い出していったんだ。やっぱり、見覚えあると思ったのは間違いじゃなかったんだ。喋っていた女性も何かを思い出したかのように、はっとした表情をしてこちらを見ていた。もしかして、あの時の。違ったらすみません。確か二十数年前のことなんですが、道端で倒れて頭を打った女性を助けたことはありませんか？やっぱりそうだったんだ。俺は黙ってうなずいた。二十数年前のある日、俺は救急救命士としてこの仕事に誇りを持って働いていた。中学時代は朝岡におちょくられて自分に自信が持てなかった俺だが、父親の実家に引っ越してからはその状況は一変した。ちょうど成長期が来たのか、背はぐんぐん伸びたし、引っ越し先が一面田んぼのような小さい田舎町だったから、みんながみんな家族のように接してくれたんだ。そんな場所にいじめなんてものはあるはずもなく、そこから俺は自分を出せるようになっていったんだ。転校先の学校でいい先生にも出会えて、成績も以前とは見違えるくらい良くなった。その頃テレビでたまたまやっていた救急救命士のドラマを見て、俺は将来こんな大人になりたいと思ったんだ。救急救命士に憧れた俺は人一倍努力をして夢を叶えるために突き進んだ。その後努力の甲斐があって無事に救急救命士になれた俺は、夢を自分の仕事にできた嬉しさも抱きつつ、せわしないが毎日楽しい日々を送っていたんだ。そんなある日、俺の苦い思い出となった出来事が起こった。出動要請を受けて向かった先にいたのは40代くらいの女性。雪道に足を取られたのか、転んで頭を打ってしまったらしい。両手には買い物袋をぶら下げており、手を地面につくことなく一気に頭を打ってしまっている。意識も朦朧としていて、急いで救急搬送をすることになった。搬送中は、俺が持っている知識をフルに使って、最善の処置をしたつもりだ。それなのになぜか不安が募ってきたんだ。搬送先の病院に到着すると、一人の看護師が駆け寄ってきた。お母さん、お母さん、目を開けて。その頃には意識がなくなっていた女性。娘の問いかけには答えない。さっきまで意識があったはずなのに、俺のせいか。俺が間違っていたせいで、女性に何かあったらどうしよう。この時の俺は不安に押しつぶされそうになっていた。
女性が搬送されたことで、俺の仕事自体は終わったんだけど、あの女性がどうなったのかが気がかりだった。俺がもし、そう思うと怖くなってきてしまった。仕事だとはいえ、救急車に乗るのさえ怖いと思ってしまうようになったんだよ。そんな俺を見て心配した小林が、このことを上司に相談してくれたらしい。俺はしばらく休みをもらえることになった。数週間は家も出られないくらいに落ち込んでいた。どうしてこうなってしまったのか。休みの間、ずっと考えていたんだ。俺が救急救命士ではなく医者だったら。そんな考えが思い浮かんできた。もうすでに30歳になろうとしていた俺は、退職することを伝えると、周りからは全力で止められた。こんな歳で今から医者を目指すのかと思われたんだろうな。下がりきった自分をどうにかするためにも、俺には自分に当てる時間が必要だった。あの日の女性を思い出しては苦しむ毎日。そんな日々から脱するために、俺は医者を目指して学校に通い始めた。救急救命士の仕事で手一杯だった俺は、彼女もいないし趣味もない。貯金は多少あったから、それを全額つぎ込んだ。多少足りなかったけど、それは借金をしたんだ。そこまでして通った学校に、数年前合格して、今は医者をやっている。医者になってからも、恋愛はおろか、趣味は仕事です、というような感じだった。この合コンには、本当にただの気まぐれで参加したんだ。私、白川夏美って言います。あの時運ばれたのが私の母なんです。母は今も元気です。救急救命士の方がきちんと処置してくれたからだって母の主治医から聞きました。本当にありがとうございました。あの日のことを思い出すたび、ずっとお礼が言いたくて。夏美さんの方には涙が伝っていた。その時、俺と夏美さんの間に朝岡が割って入ってきたんだ。その時はたまたま運が良かったんだろう。そんな朝岡の言葉に小林が仏頂面になっていた。俺らは人の命を救うことに命を懸けている。半端な気持ちで仕事をしてるお前に、そんな風に言われる筋合いないからな。朝岡と小林が険悪な雰囲気になり、今にも喧嘩に発展しそうだった。朝岡さん、一緒に飲みましょう。気を使った夏美さんが朝岡さんの隣へと座った。夏美さんに優しく話しかけられた朝岡は、満足げな顔をして、機嫌すらも良くなっていた。俺は、そんな朝岡を見て、何とも言えない気持ちになったが、この場で騒ぎを起こして、他の人に迷惑になっても困るよな。小林の隣に座って、二人で目配せをして、今からは、黙ってお酒を飲むことにしたんだ。だけど、朝岡は違ったらしい。またすぐに大きな声で話し始めてしまった。俺は大きな病院も経営しているんだ。医者も看護師も俺は雇ってやってる。経営もうまくいっているし、他より数倍給料もいい。
白川さんみたいな人なら大歓迎だよ。うちで働きな。ね。懲りずに話す朝岡を、白川さんは優しく微笑んで見ていた。私、今働いてる病院には長くお世話になってて、人間関係もいいですし、設備も整ってるので、変えるつもりはないです。と、白川さんが朝岡の提案を断ったんだが、子供っぽい朝岡は、自分の意見を否定されたと、ムキになったみたいで、よくわからないことまで話し始めた。その病院はさ、経理とかもおかしいんだよ。ちょっといじればいいもの、馬鹿正直に全部申告して損してる。俺のところはそういう面にも手を込んでてさ、だから儲けが多いんだよ。今度新しい設備も増やすんだ。すごいだろ？ドヤ顔で話す朝岡を、俺は冷めた目で見つめていた。小林も朝岡を白い目で見ているのは明らかだった。朝岡は正直どうでもいいんだが、白川さんが困るような絡み方をするのだけは、正直いけすかない。でも、俺は、あの時の女性が元気だと聞けて、数十年抱えていた肩の荷が下りたんだ。本当は、あの搬送の後、何度か女性の病室まで足を運んだことがあった。だが、中まで入る勇気は出ずに、そのまま帰ってしまっていた。そんなことを頭の中で考えつつビールを飲んでいると、また朝岡が意気揚々と喋り出した。俺はこれから病院をもっと成長させるためにさ、いろいろやってるんだよ。成長するには資金は必要不可欠だ。だからこそ病院の収益を少なく申告して節税対策してるんだ。俺って賢いだろ？と言わんばかりの顔で語っている朝岡。そんな朝岡の声はとても大きく、他の客にも聞こえていたみたいだった。俺が女性を助けた時に話しかけてきた客が、朝岡をちらちら見ている。これはまずいことになるな。朝岡をどうにか止めないと。朝岡、待てって。それ以上話すなよ。俺は最後の情けだと思って、朝岡に注意しようと話しかけたんだ。ん？そういえばお前は、〇〇中学校だったか？ああ、そうだけど、それがどうしたんだよ。まあいいか。そんな話より、俺の話を聞いてくれよ。止めに入った俺のことなどはお構いなしに、朝岡は喋ることをやめなかった。さも自慢かのように、自分自身の不正行為や脱税について語り出したんだよ。このやり方は親父から代々受け継いでてさ、めちゃくちゃいい親だろ？こうすると利益が増えるんだって教えてくれてさ。隣のテーブルにいたさっきの客は、足早に帰り支度を始めると、俺に会釈をしてから、朝岡の方をじろりと見た。名前、朝岡さんって言うんですね。じゃあまた後日お会いしましょう。それでは。そう言って、客は帰っていった。はあ？何なんだあいつは。誰かの知り合いか？あの人はな、俺の知り合いの刑事なんだよ。お前が話したことは法的にもアウトなことばかりだったから声をかけられたんだよ。俺はただ
経営と親父の話しかしてないんだから、どうにもならないだろう。というか、何年経ってもお前は小心者なんだな。警察が怖いとか、何も変わってなくて安心するわ。てかさっき聞いたけど、お前医者なんだって？よくお前みたいな奴が医者になんてなれたな。朝岡は俺に気づいていたみたいで、当時と変わらないトゲのある話し方をし始めたんだが、その時白川さんが気を利かせて話に割り込んできた。朝岡さん、自分がやったことの罰は受けた方がいいですよ。それにもういい時間ですし、今日はもうお開きってことでどうですか？白川さんの一言で、朝岡はのんきな顔から一気に焦った表情へと変わった。警察でも呼ばれると思ったんだろうか。誰よりも先に身支度を済ませて帰っていった。だが、朝岡がいなくなったのに、他の人たちは帰ろうとはしなかった。みんな朝岡がいない方が話しやすいんだろうな。俺も白川さんとはもっと話したいと思っていたからちょうどよかった。朝岡がいなくなってから再度合コンを仕切り直して、俺は白川さんの隣に行った。特に何を話すわけもなく、ただ隣でビールを飲んでいると、白川さんとその横に座っていた柏田さんが話しかけてくれた。あの人、気に入った人だけをエコひいきするんです。気に入った人には待遇も良くするし、給料も上げて。でも気に入らない人がいたら、とことん追い詰めて。精神的にやられるまでとことんやるから、最後はその人を辞めちゃうんです。だから辞めた人の分まで負担が私に来るんです。だけど、あそこの病院、家から近いから、辞めたくても辞められなくて。今日だって、夏美ちゃんは絶対誘えって朝岡さんに言われたから断れなくて。ごめんね、白川さん。全然大丈夫です。気にしないでください。朝岡の噂は小林から多少は聞いていたが、ここまでとはな。まあでも、そのおかげで俺は白川さんと再会できたわけだし。結果良かったよ。俺がそう言うと、耳まで赤くしてこちらを見ている白川さん。ここで連絡先を聞かないで帰る奴は男じゃないよな。もちろん俺は聞いたぞ。この合コンで再会を果たして、連絡先を交換した俺らは、付き合い始めるのにそう時間はかからなかった。白川さんとは下の名前で呼び合うような仲になったんだよ。夏美は俺のことを気になっていたらしい。というか、ずっと片思いしてたって。俺もずっと頭から夏美のことが離れずだったし、これって運命だよな。毎日寝る前には欠かさず電話で話をして、休みの日には夏美の好きなところにデートしに行ったんだ。二人でやりたいことがありすぎて、とりあえずはノートに書き出したこともあってさ。たくさんあった中でも、二人ともが行きたいと声を揃えたものがお花見だった。常に気持ちが張り詰めた中で仕事をしてる俺らにとって、ぼーっと花を見ながらゆっくりご飯を食べる。普通の人からしたらありきたりなデートかもしれない。でも
俺らにとってはすごくいいデートになったんだ。数年前に再会できてたらなんて考えたこともあったが、年を重ねた今だからこそ俺と夏美はうまくやっていけてるんだと思う。あの後朝岡は警察から連絡があったらしく、俺は何も悪くないと最初は連絡を無視していたらしい。すぐに朝岡の経営する病院に捜索が入り、朝岡とその父親は脱税の疑いで逮捕された。そんな病院はもう誰も後を継がないからと売りに出したと後々聞いたよ。悪いことをしたら自分に返ってくる。本当にそうなんだなぁと思った。朝岡の病院で働いていた柏田さんは、朝岡のせいで職を失う危機に陥っていた。だから俺は他の病院に柏田さんを推薦したんだ。前よりも給料は上がって、朝岡みたいにうるさい人もいなくて、めちゃくちゃ快適だと喜んでいた。俺と夏美は順調な交際を経て、籍を入れるために夏美のご両親のもとに挨拶しに向かった。俺に何度も頭を下げてお礼を言ってきた義両親。命の恩人だと何度も言われてさ、ちょっと照れくさかったな。でも俺はあの時の女性のことがなかったら、きっと今医者にはなっていない。だから夏美のお母さんにはとても感謝してるんだ。30歳40歳と過ぎて全く恋愛の話を聞かない俺のことを心配していた人が一人いる。俺の母さんだ。ずっと独身を貫いてきて、40を超えたあたりから半ば諦めモードにすら入っていたらしいが、俺と夏美が結婚すると聞いて驚いていた。だが同時に涙を流しながら喜んでくれてさ、俺の人生はいい方向に進んでいったんだよ。仕事もうまくいって運命の人に再会して、その後結婚。今は俺と夏美、力を合わせて地域に寄り添えるような、そんな病院の開業準備を進めている。